芸能人というもののははやはり一定の影響力があるわけです好き嫌い好き嫌いまあそのどちらかにせよ影響力がありますのでそしてその影響力でおまんまを食べているまあこれは商売なんでね、まあ、それぞれですそのそれぞれの中でとあるですね大人気スター大人気スターのツイートが大炎上しておりました。それがこちら あの深呼吸してでおなじみの一世を風靡びしましたあるいはマリーナの夏で一世を風靡びしました渡辺満里奈さんおにゃんこクラブ会員ナンバーなんでしたっけ <laughs> の渡辺満里奈さん、えー、無事に見ることができたトークイベントないけど満席終演、えー、後拍手が沸き,き上がっていた結果は分かってるのに手に汗握り涙したなんだか泣けて仕方なかった一人一人の声が政治を変える 民主主義の誕生を見て胸が熱くなったよ熱くなったようんまあいいんですけどね SNS ですんで渡辺奈さんですかつておにゃんこクラブとして活躍されまして出したシングルがデビュー曲が深呼吸しててこれで、ね、確か当時のオリコンの最年少1位の記録を取りました渡辺満里奈さん。彼女ががですねツイートしたのが こちらでしてこちらがどうやら映画のようでして、区長になる女、丸月丸日区長になる女ということでして、こちらの映画がどんな映画かと言いますと、えー、こんな映画です。映画、丸月丸日区長になる女、杉並区の岸本聡子区長のドキュメントっぽい映画のよう、映画っぽいような、なんかぽいような、ぽいような、うなえー、そんな作品のようでございます。 劇場公開日2024年1月2日今年に入りまして公開されましてえそして、えー、渡辺満里奈さんが見て感動したということのようでございます、えー、杉並区長のそのドキュメント映画を見てああ感動したと言ってるのがおにゃんこクラブでおなじみだった渡辺満里奈さんさてそれでは杉並区というとこの「宮やチャンネル」かっこかり的に言うとですねあの イタコげのことをどうしても思い出さずにはいられないので手短にお話ししておきますと岸本聡子区長が率いる議会の方であれおかしいなえっと東京23区の場合にはそれぞれの市区町村の市とかあるいは東京都とか県とかと同じように23区はそれぞれが首長区長と議会が立ちまして二元代表制になっているんですよ。 人間代表選になってるんですけれど今なぜか杉並区は杉並え岸本区長を率いる議長があ杉岸本聡区長の言いなりの議長言いなりにしか見えない議長とその議会多数派がいるとかっていうことでしてその中で岸本聡区長派と思われるのかなという奥山妙子さんという奥山妙子議員が。 岸本智子議員え区長の肝入り政策である給食費の無償化に反対の立場だったかなで、えー、議会の討論に立ちました。まあかくわくしかじかでまるまるで反対ですとえこれが奥山妙子議員です。これが終わりましたらえっとここであの今から山中の子です。 山中奈子です。えっと、賛成の立場から討論させていただきます。山中奈子です。何かと言いますと、あの、昭和時代のワイドショーですよ。あくまで。あくまで昭和時代のワイドショーのイメージ。降りてきた。降りてきた。わしゃ、わしゃ、ケニディ大統領じゃ。元気か。ジョンは元気か。あれ。<laughs> いきなり一人二役の表意するかのような。まあ、これ実際のところは、奥山妙子議員が、 えー、山田加奈子議員のメッセージを代読したんですけれど代読ダメでしょっていうところ区民に選ばれている議員がそれぞれの立場で議会で意見を述べるそれがそれぞれの賛成反対の討論なんですけれど片や賛成で片や反対で片や反対で片や賛成でその場では「降りてきた山田加奈子です」賛成の立場からと正反対のことを言い出しちゃう。それを まあ一応注意っぽいことはしてるんですけど事実上止めなかったのが岸本聡子区長派と見られても仕方がない井口和子議長この井口和子議長はかつて自民党会派に所属していたようなんですがえ岸本聡子区長が誕生しましてそして杉並区議会が稼働する中で議長を決めるときにえ自民党から自民党系から2つ出てきたで それでなんか分裂選挙みたいになっちゃったざっくりと言うとですよでその中で、まあ、自民党系だったはずの井口和子議員が、えっと、なんか岸本かとか令和とかなんかそこら辺に担がれまして出てきてギリギリの本当にギリギリのところで岸本佐渡区長派と思われる議長が誕生しちゃったんですねえそしてその一人二役の板焦げを一応口頭では注意っぽいことをしてるんですけど止めやしねえ、まあそんなような感じ 区長になりました渡辺満里奈さんが絶賛する区長になったら区長になってやりたい放題をやってんじゃないかということでこれはですね地方議会の一つとししてて私大変注目しておりますそれではですね先ほどの渡辺満里奈さんのツイートが炎上したということを渡辺満里奈さんのツイートに寄せられたコメントの方からちょっと確認してみようと思います。えタメン食べて書いたそうで渡辺さん おいしそうですね、えー、そして、えー、アリスさん杉並区民です区長の SNS に区民が声を上げても読みません保護者アンケートは無視対話を掲げていても意見を聞くのは自分の支持者のみその支持者も自分の家イデオロギーのためには吊るし上げにあってもうただ見ているだけ反対意見は攻撃と受け取る、えー、シャムネコさん杉並区長とお友達のほらぐちとさん民主主義の誕生ってどこを探せば出てくる この、洞口さんはですね、全身全身でおなじみの活動家です。本物の活動家、中核派のアジトにいらっしゃるという活動家。梅結びさん、続きまして。杉並区の実情を知ってて発信しているなら、プロパガンダに加担していることだし、知らないで発信しているなら、考えが浅すぎる。知らないで、えー、まあ、杉、えー、岸本区長に投票した杉並区民は、後悔している人が増え続けていますよ。 菊武進さん、デザインと政治さん。え、バリナさん、岸本と子って、極左ですよあ、こんなところでハンドルネーム、ひまそらあかねさんのお姿を見かけると。おわってんな、杉並区。え、ということで、このまるでザッタイマーズのような格好をしておりますのが、杉並区のえ岸本と子区長です。え、ゆうたろうな内という方はですね、田中たろうさんという杉並区議会議員のご内儀ということで、 えこちらのアカウントのスナップショットが貼られてるんですが自治体の首長が震災翼のテロリストのコスプレをして舞台上で大はしゃぎするなんてでテロでは命を落とすね、まあそんな感じそんな感じえー、まあかにですねまあ炎上炎上をしてるということでございますさてそれではですね 先ほどは、こう、寄せ直接寄せられたコメントを紹介しました。え、今度はですね、引用する形で、いろいろと拡散している、えー、インプレッションの方、あ、インプレッションじゃない、リツイートの方を見ていきたいと思います。こちらの方がですね、あの、ある意味、まあ、良識的なのかなって、私は受け取ったのは、コメントの方は、直接、岸本ーじゃなくて、渡辺満里奈さんに返しますので、それなりに言葉を、 選んでいるのかなまあいわばまりなちゃんにへのメッセージって形になってますけれど引用の場合には明確に重要な背景情報を添えてるケースがあるんでこちらの方が参考になるかなと思うんで紹介させていただきます先ほども登場されました「梅結びさ」ですかね何のとネトボネト寝ぼけたことを失礼しました何寝ぼけたことを杉並区で起きていることは民主主義の真逆真逆です 区長の仲間以外の議員や杉並区民は無視区長への批判は個人攻撃と言われる議員は弾圧議長がえ議員の文書を検閲し,保守,議員の田中あし保守議員の発言はヘイト認定区民が議員を批判すると訴えると脅される情報は区長のために公開を調整されているこれですね推測なんですけれど保守議員の発言はヘイト認定はこれ田中裕太郎さんの発言かなと思われます他にもですよ 下高い道自動館廃止をやめてほしい、えー。これが区長自らの提案で破られた。あなたにだけ構ってる暇はないので時間は取れません。ということで。はい、ここで、やだ、おっかない。<laughs> こんなところで、日本共産党の杉並議員さ、杉並選出の日本共産党都議会議員の原田明さんが、このようなツイートをしておりました。 今のところ渡辺満里奈さんの映画への評価に不死と名乗る気持ち悪いミソジニー反応が手数かっこ笑い聖英華丸月丸日口調になる女を見たみんな奇跡のドキュメンタリーであり胸のすくいようなエンタメ作品に仕上がっているこの映画の評価を渡辺満里奈さんのツイートにガンガンメンションしようあすいませんなん,かなんか私こ,こんなこんな,こんなイメージがあくまでイメージですよイメージイメージがしてしまいました そして日本共産党の都議会議員の原田明さんに続きましてこんなツイートもありました。気に入らない議員の選挙妨害し、まともに答弁もしない、統一地方選前に不明を踏ませ、誓約書を書かせる。共産党主催の会に参加してご機嫌ちゃん。記者会見大好きな人のどこが民主主義か。 杉並区民の前で説明してよということでですね選挙前に誓約書を書かせていたなんていうお話もある素敵な素敵すぎる民主主義それがどうも岸本区政のようでございますもちろん岸本聡子杉並区長そうじゃないんですよという反論がありましたらこの「宮やチャンネル」各りいつでもお待ち申し上げております。ペーパーパでででもいいすすよ全部読み上げますんで、はい 民主主義というのはみんな違ってみんな良いんです多様な意見を大切にしなければならないんです渡辺満里奈さんと私同い年でございますおにゃんこ世代でございます渡辺満里奈さんがね「よくやった感動した!」痛みにただで「あそれ小泉純一郎だった失礼しました失礼しました,失礼しました、まあ」感動されたようですんであのね木本とこ議員のほあ区長の方に何か訴えかけたいところがあるんでしたらあのいつでもご来にお待ちしております。 えっとですねこ、こちらはトミーさんという方異論を封殺しイデオロギーを押し付ける政治のどの辺りが民主主義ですかそのイデオロギーは人権ジェンダー変動、気候変動反戦反原発反体制 <laughs> こんなところでは忘れないでいただきたいのは杉並区長の仕事は人口56万人の命と暮らしを守るということ岸本聡氏は吐きき違えていませんかとなんかやだお腹いっぱい <laughs> やだお腹いっぱい <laughs> そんな感じになってまいりました 渡辺満里奈さんという大人気者が紹介してくれましたんでね。これは私、いろいろなことを共有するいいきっかけになるかなと思っております。どういうことかと言いますと、意見の違いとかあったって、それは仕方がないんですよ。みんな違って、みんないいわけですから。ただ、この時に、私気をつけていただきたいなと思っているのは、近頃の、SN、S. N. S.。あ、まあ、言うなれば、AX クス界隈において、ユーチューブもそうです。エムシケ。 お前ままるるあっ端的に言うと「日本人じゃない」なんつってねこういうことを言う人たちがね多くなっちゃってるんですよ。気のせいいででしょうかでしょょううかやだっかかだやおないあのですね「馬鹿」とかっていうのもいいんですけれどそれ言って何になるんですかというところ「かクかクシカシカでこうですよ」という意見を表明して「考え方が違うなら私はこう考えますよと」とそれぞれの意見を立てる論を立てる。 それをあとはどちらが多数を得るのかそここそそが大事なななんじゃいいかなと思いますそしてですよお前は丸○○○○日本人お前は日本人かとかねそういうことをおっしゃる方がいるんですけれどこれは論としてて全くもって弱いあ、ヘイトだとかじゃないですヘイトだとかではなく君の意見は間違っているよそういうことを言うとそれは日本人じゃないんじゃないのっていうような多分そういうニュアンスだと思うんですけれどその言われた側が「 いやいやえっと、生まれも育ちも、えー、葛飾柴又だったらいやに日本人なんですが「はい論破?ロンパはいロンパ」ってなっちゃう。で「○○人か」とかっていうのも日本もこれここだけの話ですよ。日本全国つつうらうらというようにいろいろな地域があるわけです。被災地と今回なりました石川県じゃなく能登らには奥野登中野えー、そして金沢。 かががってそれぞれのお国柄っていうのがあるんですよお国柄お国言葉もあるんですお里っていうのもあるんですとそれぞれが違うわけですからまるまる人がって言ってもとりわけ日本社会においてまるまる人がって言った時に日本人はえっとどちら方面の日本人なんでしょうかって話になっちゃうだから意見が違う人に対してそれを批判する時だってもその言葉は私同意できないです なので渡辺真理さんと違う考え方私も違う考え方です。特に降降りてきた降りててききたたそんな板子議員を野放しにしているかのような杉並区議会を牛耳っているようにしか外部の者のからするとそうしか見えない、えー、岸本聡子区長に関しては同意できないんですけれどこれを批判するときにその批判する言葉というものは選ばなければならないんじゃないか考え方が違うからこそ選ぶべきじゃないかと私は 私はですよ、ね。これもみんな違ってみんな良いんで、強制はしません。しかし私はそう考えるというお話です。あくまでも、真ん中のぼんやりとした中間の皆様に理解をいただく。これこそが、情報を共有することの意味だと思ってます。渡辺満里奈さんというとですね、八代事件でおなじみの TBS 広び、えー、こちらの方でもですね、午前中のコメンテーターを を務めておりましてですねまさにヤシ色事件の起こりましたで、TBS 昼帯の方にご出演なされておりますそしてですね先ほどちらっと紹介しましたこれ子どもたちがちゃんと守られる国なのか不安2次の母渡辺マリナさんが参院選で注目する政策と人教育と人権政策は教育と人権教育と人権がーということ渡辺マリナさんやられてるんですよこれは2022年ですから この記事になったこの日、安倍元総理が教弾に倒れた日なんですよ。7月8日。配信時間は午前10時4分なので、全くもって何にもない一日で、週末投開業があるだろうと。そう思われていた日なんです。 私、速報を聞いたのが確かこの日の11時過ぎだったと思います。安倍総理が撃たれたと。うんまあ、この日は全くの偶然なんですけれど、渡辺満里奈さんが出演しているこの番組。後ろの方をご覧いただきますとですね、BTS ラジオ、間違えちゃった。TBS ラジオ。TBS ラジオとなっておりまして、 全くの偶然なんでしょうが、です。全くの偶然ですが、7月8日、2年前の7月8日に TBS ラジオで人と、人権か人権か !TBS ラジオのことですね。オルグ受けていた。オルグ受けてた。なんでしょうなんでしょうまあ、そ、そのような、そ、そのようなイメージの番組というか、周囲がですね、ヤシロ事件で、週に2度の公開処刑をしてしまうような TBS 広尾とかでお仕事してるわけですよ。いろいろな、 そんたくが働いているのかもかもねかもねそうかもねという状態まあこれを差し引いた時に渡辺マリ奈さんが何を考えていてどのような発信をされてもそれは自由なんですただ自分たちと考え方が違うなと思ってもしかしてもしかすると渡辺マリ奈さんは杉並区議会で降りてきた。 ててきて <laughs> シャーケネディだとかね、まあ、そういうあの板こげが行われてるとかご存知なくて映画を見てる可能性とても高いんですよするとこれはやはり「教えて差し上げる」じゃないんですよ。ネットスラングではこれを「シェア」っていうんです「共有」っていうんです渡辺満里奈さんのツイートが大炎上大炎上をしているところを見た時にですね やはり我々はそのこのネットスラングネット文化の共有というものを今日この時に共有しておく必要があるんじゃないかなって考えたんですはい、秋田方氏の石丸真二視長です公式チャンネルこれは秋田方氏の公式 youtube チャンネルですね の登録者数が東京都抜き晴れで自治体としして日本一になりました応援してくださった皆さんは本当にありがとうございますということでこの YouTube チャンネル3分弱があるんですけれどその後半2分ちょっとからですね喜びの舞を石丸慎二市長が踊っておりますいきなり何始めたのかなと思ったんですけどそれがどうも喜びの舞ということで秋高田市の皆さんおめでとうございます <laughs> えということでですね はっきり言うとちょっと申し訳ないんですが小さな自治体でもこのメガロポリス東京都のチャンネル登録者を抜くことができるこれこそがまさに f n s ドリームですし我々の魅力我々のこの魅力が無力でないことの証明なんです。えというわけでいろいろありますが頑張っていきます。